the list. バルキリードライブ。今日もよろしくお願いします。バルキリードライブ、今日もよろしく。最初から始めるよ。
かに無駄な心のまま信じたその手は二人の鍵ほどくように重なり合う運命をあなたのやっと着いた。ここがビクニか。へえ。病気の療養のために作られた島だって聞いてたから、もっと寂れた場所を想像してたけど、想像してたよりもずっと大きいね。建物も立派だし、人もたくさんいそうな雰囲気だし、ちょっとしたリゾート地って感じ。遊ぶところってあるのかな。ショッピングもしたいかも。ランカちゃん、私たちは病気を治しに来たんだよ。遊びに来たんじゃないんだから。お父さんとお母さんがいろんなツテを頼って評判のいい島へ行けるように手配してくれたんだもの。きちんと病気を治して早く安心させてあげなくちゃ。ランカちゃんだって早くお家に帰りたいでしょ。分かってるってば。お姉ちゃんの言うことは理解できるし、大体賛成だよ。私たちのこれが病気だって言うなら治さなくちゃって思うしさ。療養だって真面目にやるよ。私はさ、お姉ちゃんと一緒ならそれだけでいいんだ。そうだね。で、どうするの？どうするって何が？私たちこの島にしばらく住むんでしょ？そうね。だったらなんかこう手続きみたいなのがあるんじゃないの？私は何も聞いてないけど。じゃあ住むところとかどうするの？さあ、私ランカちゃんが知ってると思ってた。私は何も聞いてないよ。あっちゃー、困ったな。どうすればいいんだろう。ランカちゃんは心配性すぎるのよ。誰かに聞けば済むことでしょ。お散歩がてら適当に歩いて会った人に聞いてみましょう。そんな行き当たりばったりで大丈夫かな。行き当たりばったりじゃなくてポジティブシンキングって言ってよね。お待ちしておりました。何これ、ロボット？ほら、お出迎えの人が来てるじゃない。私が言った通りだったでしょ。人じゃないと思うけど、まあいいか。で、あんたが案内してくれるの？入島許可証を提示してください。お姉ちゃん、入島許可証を見せろって言ってるよ。
何それ。向こうを出るときに渡されたでしょ、大事なものだからなくさないようにって言われたやつ。入党許可証？あれのことか。私が持ってると絶対になくすから私の分もお姉ちゃんに預けたよね。あー、そうだっけ。まさかなくしたの？なくしてないよ。なんかちゃんてばお姉ちゃんを疑うの？悲しいな。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。じゃあ許可証は？ないの。え？なくしてないんだよね。なくしてないけど船の中に置いてきちゃった。で？入党許可なき者は排除。うわ、ロボットが集まってくるよ。どうするのお姉ちゃん。話せば分かってくれないかな。侵入者を排除せよ、排除せよ。聞く耳持たないみたいだよ。ここを通してもらえないと島の人を探すこともできないね。しょうがない、ちょっと道を開けてもらおっか。行くよ、なんかちゃん。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。余裕？
だよ。いい感じ。どんどん強くなっちゃうよ。また強くなっちゃったかも。これでよしっと。壊しちゃったロボットはゴミ箱にでも隠しておけばいいよね。証拠隠滅っと。それじゃあ改めて島の人を探しに行きましょう。ほら行くわよ、ランカちゃん。あ、待ってよお姉ちゃん。バルキリードライブ進めるよ。お、第一島民発見。同じくらいの年の子かな。あの人に聞いてみましょう。あの、すみません、ちょっといいですか。はい、何でしょう。私たちさっきこの島に着いたばかりなんですけど、これからどうしていいかわからなくて。ごめんなさい、私もこの島に来たばかりなんです。そうだったんだ。もしかして同じ船で着いたのかもしれないね。ということは私たち同じ境遇のお仲間なんでしょうか。はじめまして、私稲川真奈と申します。私は神楽坂凛花、こっちは妹の蘭花です。よろしくね、真奈ちゃん。凛花さんと蘭花さんですね。よろしくお願いします。ふーん、稲川真奈さんね、覚えておくよ。島に来て初めて会ったのがあなたたちで安心しました。私何もわからなくて不安で。私もマナちゃんみたいに優しそうな子と一緒でほっとしたよ。ほっとするのも安心するのも勝手だけどさ、状況は変わってないよ。入島手続きはどうするの。私たち許可証もなくしたし、寝るところも決まってないんだよ。お腹も減ってきたし、これじゃ病気を治すどころじゃないよ。やっと見つけたわ。あ、びっくりした。同社映像、ようこそビクニへ。あなた、私はこの島の管理運営を任されているものよ。島の人たちは私を理事長先生って呼ぶわ。やっとそれっぽい人に会えた。神楽坂凛花さんと蘭花さん、それに稲川真奈さんね。はい、私が神楽坂凛花です。こっちが妹の蘭花で。私が稲川真奈です。それともう一人同じ船で着いた子がいるはずなんだけど。もう一人、そんな人見かけなかったけど。迷子になってるのかな。どこに行っちゃったんだろう。あ、どうしたのお姉ちゃん。誰かに突然胸を揉まれ。誰だか知らないけど、私の許可を得ずにお姉ちゃんのおっぱいに触るな。ふん、気配も察知できないのか。大したことはないな。
したことあるよ。お姉ちゃんは93センチもあるんだからね。ちょっとランカちゃん、まあ私より大きいんだ。次からはお前の許可を得てから揉めばいいのか。許可なんてするわけないでしょ。お姉ちゃん下がって、こいつぶっ倒してやる。ほう、死にた。はい、そこまで。喧嘩はダメよ。誰だお前は。何の権限があって私に命令する。クズリエモモさんね。そうだけど。私は理事長よ。この島での全権限は私にあると考えてもらっていいわ。元気があるのはとてもいいことだけど。まずはこの島について説明を聞いてからでも遅くないんじゃない？入党手続きもしないうちから放り出されたくないでしょ。チッ、神楽坂と言ったな。勝負はお預けだ。別にいいけど、後になって逃げ出さないでよね。お姉ちゃんのおっぱいを揉みしだいた報いはきっちり受けてもらうんだから。お前はいずれ殺す。ボコボコにしてやる。お二人とも落ち着いて、今は理事長先生のお話を聞きましょう。では改めて、私はこの島の管理運営を任されています。本当ならあなたたちのお出迎えもしたかったんだけど、何しろデスクワークが忙しくて。だからモニター越しでしか会えないの。ごめんなさいね。みんなはどこまで話を聞いてこの島へ来たのかしら。私は V ウイルスというものに感染していて、その治療のためにこの島に送られたと聞いています。あの、私たちも同じです。でもそれだけしか知りません。では少し歩きながらこの島の紹介をしていきましょうか。ここはビクニ。 V ウイルス感染者の治療のためだけに作られた人工島です。正確に言えばそうして作られた島々のうちの一つね。他にも V ウイルスの治療のために作られたこういう島があるんだ。そういうこと。そしてあなたたちはラッキーだわ。ラッキー？どういうことですか？ここは数ある島の中で唯一 V ウイルスのコントロールに成功した実績を持つ場所なのよ。簡単に言えばこの島で1年間治療を受ければ V ウイルスを感知させることができます。あの、質問してもいいですか？どうぞ、リンカさん。今の話だとなんだか私たちの病気が普通は治らないみたいに聞こえるんですけど。その認識で間違っていないわ。 V ウイルスを完全にコントロールしたという報告はありません。このビクニの外ではね。 V ウイルスってそんなに重い病気だったんだ。全然。お父さんたちが言ってた評判がいい島っていうのはそういう意味だったのか。リンカさん、そんなに落ち込まないで。この島にいれば病気を治してもらえるんだもの。一緒に頑張りましょうね。うん、そうだね。ありがとう、マナちゃん。私も一つ聞きたい。治療とはどういうことだ。私はそんな話は聞いていない。私はここで戦って強くなれと、ただそう言われてきた。誰に聞かされたか知らないけど、雑な説明ね。困ったものだわ。ただ間違いでもないのよ。どういうことですか？稲川さん、みんなもよく聞いてね。 V ウイルスは強大な力と未知の可能性を秘めています。
その力を制御できないせいで思いがけない事故を起こしてしまったり、心身に重篤な影響を及ぼす場合があるわ。思いがけない事故。そのような過ちは V ウイルスの感染者にとっても、それ以外の者にとっても喜ばしいことではありません。そういった事態を二度と起こさないためにも、 V ウイルスを思いのままにコントロールする術を得ること。そのために V ウイルスの力を使ってお互いに戦い合うことで能力を磨いてもらいます。それが V ウイルスの治療につながるの。クズリュウさんが言ったことが間違いではないというのはそういう意味よ。コントロールか。それは言葉通りに解釈してもいいんだな。ええ、あらゆる意味でそのように受け取ってもらって構いません。ならいい。お前たちに言っておく。私の邪魔をするな。邪魔なようであれば殺す。それはこっちのセリフよ。私とお姉ちゃんの楽しい療養ライフを邪魔しないでよね。それにあんたさ、さっきから殺す殺すって物騒なこと言ってるけど。冗談だと思っているのか。お姉ちゃんにかすり傷一つでもつけたらただじゃ済まさないよ。ランカちゃん、喧嘩はダメだってば。リンカさんの言う通りよ。あなたたちはこれから同じクラスになるんだから仲良くしてもらわなくちゃ。同じクラス。 V ウイルスの感染者は若い人がほとんどなの。だからこの島には学校があるのよ。あなたたちは同じクラスで治療プログラムを受けてもらう予定だったんだけど。クズリュウって言ったっけ。こいつと同じクラスなんてごめんだわ。なんとか他のクラスにしてもらえないんですか。そう言われても困るわ。あなたたちは VR クラスで治療プログラムを組んでいるし。 VR クラス。 VR ウイルス保持者を求めたクラスよ。 VR ウイルス。 V ウイルスではなくて。その説明も必要か。あなたたちはV ウイルスの中でも特殊なウイルスを保持しています。私たちはそれを VR ウイルスと呼んでいるんだけど、 VR ウイルスにはそれ用に組んだ特別な治療プログラムが必要なの。だからあなたたちに関しては別のクラスというわけにはいかないの。ごめんなさいね、ランカさん。特殊なウイルスってどういう風に特殊なんですか。 VR ウイルスの保持者はエクスターとリブレイターの両方の能力を同時に持つ。そんなことも知らずにここまで生き抜いてきたのか。エクスター?リブレイター?エクスターは肉体を物質化して武器、アームへ変貌させる能力。リブレイターはアームをドライブする、つまりその武器を自在に扱う能力のこと。あなたたちはその両方の能力を持っているの。え?それって特別なことだったんですか。 V ウイルスの保持者はみんな同じだと思ってた。じゃあ私たちは特別な存在ってことなんですか。そうよ。だからこのビクニへ移送されたの。すごい、すごいわ。私って特別だったんだ。VR ウイルスの活性化を抑えるためにはパートナーも VR ウイルスの保持者である必要があるの。なるほど。だから VR ウイルスの保持者は同じクラスにまとめられるんですね。そういうことなら仕方ないか。クズリュウと一緒のクラスでも我慢するよ。
パートナーなんていらない。どうせ私以外はみんな死ぬ。そうならないための治療でしょ。そんなこと言わずに力を合わせて頑張りましょうね。一時的になら組んでもいい。私の目的の邪魔をしないなら。もちろんそれでいいわ。ランカさんもいいでしょ。まあそうしなきゃ治療できないって言うなら仕方ないよね。よかった。じゃあリンカさんもランカさんもモモさんも今日からお友達ね。友達じゃない。馴れ馴れしく名を呼ぶな。それとお尻を触るな。あら、ごめんなさい。あ、よかった。話はまとまったみたい。それじゃあ入島許可証を船に忘れてしまったのですが、入島の手続きをお願いできますか。私たちすぐにでも治療を受けたいんです。そう簡単にはいかないんだけどね。え、どういうこと。いくら VR ウイルス保持者でもそれをコントロールする素養がないものはいらないの。言い換えれば、治る見込みがない子は他の島で治療を受けてもらうわ。それは困ります。私たちちゃんと病気を治して家に帰りたいんです。では入島試験を行います。まずはリンカさんとランカさんからよ。ついてきなさい。あ、はい。ここで何をするんですか。難しく考えることはないわ。いつも通りに能力を使えばいいだけ。能力って言われても、でも思いっきり暴れればいいってことでしょ。ランカちゃんはいつもそうやって簡単そうに言うけど、相手は全てロボットだから手加減の必要はありません。心配なら私がやろっか。うん、今回は私がやる。私たちの力をしっかり見せてちゃんと治療してもらわなくちゃでしょ。準備はいい。いつでも始めてください。リンカさんがリブレイター、ランカさんがエクスターということね。さてどれほどの可能性を秘めているのかしら。では神楽坂リンカランカの入島試験を開始します。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。これじゃあ全然物足りないよ。50個を突破。
これじゃあ全然物足りないよ。はい、おりゃや、はい、おりゃ、見切った、当たれ、はっ、はっ、はっ、おりゃや、舐めないで吹き飛べ、これじゃあ全然物足りないよ。
余裕。うん、おりゃ、さあ、おりゃ、これはいかんよ。とってここからだ。50コンボ突破。見切った。とってここからだ。はい、よっ、くらえ。よっ。怪我したんじゃない？このくらい大丈夫だよ。ランカちゃんは心配性なんだから。でもちょっと疲れちゃったかな。リンカさん、ランカさん、二人ともお疲れ様でした。入党試験は合格よ。おめでとう。ま、当然ってところだね。私とお姉ちゃんが組めば向かうところ敵なしだもん。あの、マナちゃんとモモちゃんはどうなったんですか？あの二人なら、あの程度が私の実力だと思われるのは不本意だ。まあまあ、試験は合格だったんだから、よしとしましょうよ。そっちも合格だったんだね。よかった。二人も合格だったんですね。ほっとしました。二度と私の足を引っ張るような真似をするな。あれでも一生懸命頑張ったんですけど。あっちはなんだか揉めてるみたい。合格なんだから素直に喜べばいいのにな。では改めて、ようこそビクニへ。今日からここがあなたたちの住む島よ。ここで私たちの新しい生活が始まるんですね。その通りよ。いろいろな施設があるからこれから案内するけど、まずは入党の書類を片付けちゃいましょうか。あれ面倒なのよね。彼女たちの入党手続きならすでにこちらで済ませました。あら、月影さん、助かるわ。書類とか手続きとかつい面倒で後回しにしちゃうのよね。ビクニの理事長であるあなたがそんなことでは困る。まあまあいいじゃないの。あの理事長先生、その子は？うん、ちょうどよかった。紹介するわ。月影小春さん。あなたたちと同じ VR クラスの生徒よ。月影小春です。よろしく。私は、神楽坂凛花さんでしょ？それと、妹の蘭花さん。はぁ、名前覚えてくれてるんだ。嬉しいな。そちらが九頭竜桃さんと稲川真奈さんね。今日からこちらでお世話になる稲川真奈と申します。どうぞよろしくお願いします。おお、
綺麗な子だな。困ったことがあれば何でも相談してください。同じ治療プログラムを受ける者同士。そういえば月影さん、バイオラさんと一緒じゃなかったの？いいえ、今日は顔を合わせてません。ああいいの、そのうちどこかで会うでしょう。この島は広いようで狭いから。これから彼女たちを案内しようと思うんだけど、月影さんも一緒にどう？遠慮します。他にもやらなければならない仕事があるので。行っちゃうの？ちょっと残念。私たちはクラスメートです。それもそうか。じゃあまた今度ね、小春ちゃん。ええ、いずれまた。ではビクニーを案内するわ。ついてきてちょうだい。ヴァルキリードライブ、いつでも行けるよ。わあ、広い。ここって何の建物なんですか？すごく美味しそうな匂いがする。すっかり忘れてたけど。ここはとてもいろんな毎日移植それいい正式あなたたちの何か。毎度越後屋でござーい。びっくりした。誰ですか？越後屋は越後屋だよ。えっちゃん、治療プログラムを受けてポイントが貯まったら越後屋へどうぞ。ポイント次第で何でも用意しちゃうから。つまり購買部みたいなお店ということですか？そういうこと。ビクニにはいろんなお店があるから、他のお店でポイントを使っても別にいいんだけどね。島への仕入れの一切合切を仕切ってるのはこのえっちゃんだ。越後屋で買うのが一番安い、一番早い、一番確実。あ、はあ、じゃあそういうことで回線返します。また回線。まあポイント、あんま理事長先生。ああやっぱりここにいたのね。ねえねえ先生、この子たちってもしかして前に話してた新しい？ええ、そうよ。新しいクラスメート。新しいメニューの食材なのだ。え？食材？ふむふむ。どれも脂が乗ってて美味しそうなのだ。よし、決めた。この子は丸焼き、こっちは素揚げ、そんでこれは煮込みにするのだ。丸焼き？素揚げ？煮込み？やっはっは。どんな味がするのかな、楽しみなのだ。あのね、満腹丸さん、違うの、そうじゃないの。この子じゃあ何なのだ？あ、わかった。ご飯を盛る器なのだ。にょたいもりー、にょたいもりもり。お姉ちゃん、こいつぶん殴ってもいいかな？ダメだよ。ここはこらえて、ランカちゃん。あの理事長先生、この子は誰なんですか？この子は満腹丸さん。あなたたちと同じ VR クラスの生徒、なんだっけ、説明が難しいのよね。こういう子だとしか。ぬ？生徒？食べちゃダメなのよ。なんだ、だったら帰った帰った帰るのだ。新しいメニューの考案と今あるメニューの半数で満腹丸ちゃんはお忙しいのだ。なんだか食べることしか考えてないみたいですけど。食べること以外に何を考える必要があるのだ？え、うん
そうなのかも。なわけないでしょ、丸め込まれないでよね。は、危ないところでした。満腹丸さん、恐ろしい子。そうそう、これだけは覚えておいて。この島では治療プログラムに基づく全ての戦闘行為を奨励します。いついかなる時いかなる場所で誰を相手にバトル。ただ食堂内での戦闘はご法度よ。ここは安全地帯、みんなの憩いの場なの。決まりを破った子には重い罰を課さなくちゃならないわ。気をつけてね。別に喧嘩をしに来てるんじゃないんだし大丈夫でしょ。おっと、そういえば喧嘩をしに来てるようなやつもいたんだっけ。って、あれ、クズリュウの姿が見えないけど。協調性ないな。どうする、探しに行く。こういうのが好きではないんでしょ。この島の中にいる限り迷子になるってことはないわ。好きにさせてあげましょう。理事長先生がそう言うなら私は別にいいですけど。それじゃあ次の区画へ行きましょうか。ここが教育区画、あなたたちが学ぶ学園よ。新しい学校か、ワクワクするね。勉強からは逃げられないのか。とほほ。すぐ隣の区画が商業区画よ。一般の生徒用の居住エリアになっているわ。あなたたちが住む部屋も用意してあります。基本的に2人ずつ同じ部屋で寝起きしてもらうことになります。これもパートナーとリンク。私はそれで問題ない。あ、ももちゃん、どこへ行ってたの。慣れ合いはごめんだ。ああいうのは虫ずが走る。クズリュウさんは問題ないそうだけど、稲川さんの方はどう。それが決まりというなら従います。この島に知り合いがいるわけでもありませんし。なら部屋割りは決まりね。部屋の場所はマップにマーキングしてあるから迷うことはないと思うわ。今日はゆっくり休んでね。明日から治療プログラムを開始します。ありがとう理事長先生。では失礼するわ。家を出て施設へ行くことが決まった時は少し不安だったけど、思ってたよりもずっといいところみたいだね。早速お友達もできたし。お友達ね。私ここで私たちの新しい。なんとかなるよ。今までだって私たち二人で。うん、そう、ランカちゃん、一緒に頑張って。うん。おはよう皆さん。はい。それでいよいよ。あれ、月が稲がスタート。あなたたちそれだと気を引き締め。オッケー、準備はいい。お姉ちゃん、準備はいい。もちろんだよ。私たちなら負けない。いいぜ、相手になってやる。ふっ、ねっ、やったー。ふっ、ふっ、効かないぜ。はい、
どんな奴が現れてみる。お姉ちゃん、いい？当然。せーの、はい、あったー。
ぶっこいにくだけyou
て。違うスタート地点から同じ場所を目指していたんだ。出会うのは必然。なるほど。でもどうすれば。戦え。己の力を示せ。ヴァルキリードライブの力を見せてみよう。今の声、どうやらこれも治療プログラムの一環らしい。あの二人と戦う。じゃいけないんですか。そういうことらしい。覚悟を決めろ、稲川。戦うことだけが V ウイルスの治療に近づける唯一の方法でしたよね。リンカさん、ダンカさん、全力でいきます。ブレッドレディ、モモさん、いけますか。ああ、無論だ。まだ修行が足りないか。力が溢れてくる。まだまだ強くなるよ。力が溢れてくる。
ちゃんってば危なっかしいんだから。呼吸を合わせるという点では姉妹である二人に利があったということでしょうね。私がリブレイターだったら負けはしなかったんだ。そう思うのなら次回は勝ちましょうね、ももさん。4人とも素晴らしい戦いだったわ。負けた戦いに意味などない。ここがでも負け、そういうでは先生もういる。お前、え、うん、でもどこ岩山、お前たちが新しい候補者か。でっか、超でっかい。なんだこれ。あなたが私たちの先生なんですか。いかにも。紹介するわ、金剛先生よ。彼女はこのビクニを守護する指針の一人にして、あなたたちを指導する教官でもあります。我が金剛だ。見知りおいてもらおう。指針すごい、まるで力の結晶みたい。つまりお前を倒せば治療プログラムとやらを完了できるのか。ちょっとモモさん、先生に対して失礼でしょ。今年の新入生は威勢がいいものが多いようだな。いずれお前たちとも拳を交える時が来よう。だが今はまだその時ではない。己の魂と力を磨くのだ。はい、金剛先生、これからよろしくお願いします。早く先生と一発やり合ってみたいね。そうなれるように頑張るよ。未熟者ですが精一杯勉強させていただきます。私たちを甘く見て足元を救われないように気をつけるんだな。ではプログラムを続けよう。まずは走り込みからだ。え、走り込み？なんか地味じゃない？文句を言うな！走り！ごめんなさい先生、走ってきます！面白い連中を集めたものだ。ええ、期待の新人ですもの。我の持つ全てをあの子らに伝えよう。それだな、いいのか？あの子たちはきっと私たちの期待に応えてくれる、そう信じているわ。物語を楽しもう。次は
ミレイ、死力を尽くす。動きやすい方がいい。服を選んでくれるの？なかなかいいじゃない。ファッション、奥が深いわ。ここは変なことはしないで。恥ずかしいのはやめろよな。どちらかというと大反対だ。たくさんあって悩んじゃうね。かわいい。これでいいんじゃないかな。似合ってるかな。これもいいな。かわいい。これでいいんじゃないかな。ちょっと、やめてよ。くれるの？かわいい。これでいいんじゃないかな。ランカちゃんにも似合いそう。私もこれに賛成。どれにしようか。これに決めた。いらっしゃいませ。使うコインを選んでよ。
くらっちゃうもん。気合を入れてプレース。使うもん。狙うタイミングは分かるよね。くれるの？私たちの物語を楽しみましょう。ももさん、ついてきてくれますか？準備はできている。ももさん、どこへ行ったんでしょう？ももさん、ももさん、ここにいる。あ、ももさん、何か用か？用というわけじゃないんです。ただ朝起きたら姿が見えなかったものですから、迷子にでもなったのかもって心配になってしまって。大きなお世話だ。今日から学校が始まるでしょ。一緒に登校しませんか？断る。私、もしかして。自意識過剰だな、お前の。そうですか。どうでもいいですか。私はももさんと仲良くなりたいです。同室になったのも何かの縁ですし。他人より自分のことを心配した方がいいんじゃないのか？どういうことですか？これまでの戦いぶりを見る限りじゃ、一番最初に脱落するのは稲葉。それは。脱落するのは勝手だが、私の足を引っ張るのよ。あ、ももさん。ああ、行っちゃった。まだ話。どうしてこうなっちゃうのかしら。部屋にいても一言も喋ってくれないし、息が詰まっちゃう。それにしても言われてしまいましたね。他人より自分のことを考えろですか。ももさんが言うように、現状で私が
VR ウイルスを制御しきれていないというのも事実でしょう。どうにかして脱落だけは免れなくては。 V ウイルスなんて病気にかかったおかげで人生お先真っ暗だと思っていたけれど、どうやらまだ諦めるのには早いようですしね。おはよう、マナちゃん。おはよう、稲川。おはようございます、リンカさん、ランカさん。こんなところでどうしたの？一人でブツブツ喋ってたみたいだけど、コントの練習か何か？コント？違います。モモさんを探していたんです。見つけたけど逃げられてしまって。はあ、私モモさんから嫌われてしまったのかも。え、そんなことないよ。マナちゃん優しいしいい人だし。そうでしょうか。でもモモさんと二人きりだとまるっきり会話がなくて。うわ、それって息が詰まりそう。私たちの目的は一致しているわけでしょ。 VR ウイルスを制御できるようになることだよね。その通りです。目的のためにお互いに協力でき。そうだね。私も早く病気を治してお家に帰る。そうだよ、普通が一番だと思わない？普通に学校へ行って普通に友達と遊んで、もしかしたら恋もしちゃったりして。ランカさんはどう考えているんですか？私はお姉ちゃんといられればそれでいいよ。 VR ウイルスがお姉ちゃんを守るための力になるなら、ためらわずにお姉ちゃんと一緒にいるのに障害になるっていうなら、制御でも封印でもするし。ありがとう。考え方は人それぞれですね。マナちゃんは病気が治ったらどうするつもりなの？この島にいる間は一生懸命 VR ウイルスを制御する術を学ぶつもりです。島から出たらどうするの？ウイルスの力でプロレスラーにでもなる気？なりません。コントとかプロレスとか私を一体何だと思ってるんですか？じゃあ何をするの？知ってますか？ V ウイルスから得られた研究結果はいろんな分野で役立っているんですよ。それでも V ウイルスにはまだまだ謎。自分が感染者であることを生かしてそういう研究に携わることができたらいいなって思っています。はあ、稲川は立派だね。ちゃんと考えてるんだな。そんなことはありません。治療が終わって一般社会に戻った時、私が頼れるのはこの VR ウイルスの力だけですから。あ、そろそろ教育区画へ向かわなきゃ遅刻しちゃうよ。私はモモさんを探してから行きます。私たちも一緒に探そうか？クズ竜なんて放っておこうよ。向こうが仲良くしたくないって言ってるんだしさ。そうかもしれませんけど、私もうちょっと探してみます。私だけで大丈夫ですから、お二人はお先に行っててください。うん、分かったよ。じゃあ教室でね。一応先生には私から稲川が遅れるって伝えとくよ。ありがとう、ランカさん。うん、じゃあ頑張ってね。行こう、お姉ちゃん。うん。さてと、モモさんを探す。初日から遅刻は印象が悪いですものね。モモさん、モモさん。病気の療養だからせめて普通の勉強はしなくて済むと思ったのに。そんなに甘くなかったね。ランカちゃん、授業理解できた？あんまり自信ない。じゃあ問題を出してあげる。 V ウイルスの感染者は通称何と呼ばれるでしょう？あれだよ、あれ。ブー、時間切れ。答えはバルキリーでした。それです、それ。そうそう、バルキリーっていうかさ、だいたい V ウイルスの歴史なんて学ぶ必要があるのかな？私たち自身のことだもん、ちゃんと知っておきたいよね。うくく、
返す。そういえば今朝、マナちゃんが V ウイルスについて教えてくれたよね。マナちゃーん、よかったら勉強教えてくれない？え、何ですか。ごめんなさい、お話を聞いていません。どうしたの、マナちゃん。今にも死にそうな顔して。ただの貧血です。しばらくじっとしてれば良くなります。ああ、朝っぱらからクズ竜を探して町中を走り回ったんだもんね。午後からは VR クラスの治療プログラムだ。今からそんな青い顔をしていて訓練についていけるのか。ちょっとクズ竜、稲川が誰のために青い顔をしてると思ってるの。知らないな。いいんです、ランカさん、私が勝手に。だけどこれだけは言っておく。自己管理ができないものは真っ先に死ぬぞ。またそれ。そう簡単に死なないっての。お前随分と甘い環境で生きてきたんだな。は？いいんです、ランカさん、モモさんの言いたいこと。先に修練場へ行っている。なんだよあいつ、ムカつくな。なんとか仲良くできないかな。いいんです、これは私とモモさんの間の問題ですもの。違うよ、私たちの問題だよ。そうですね。とりあえず勉強の方は私でよければいくらでも頼ってください。それは助かるよ、稲川がいてよかった。96、97、98、99。